ハンガリー・バラージュは、ハンガリー・ブダペスト出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表、トルコのギョズテペ所属。ポジションは、ゴールキーパー。2005年に、地元のフェレンツバーロシュ TC のユースチームに入団。2007年にはイングランドに渡りブリストルシティ、FC のユースチームに加入したメジェリだったが、トップチーム昇格とはならずに、ハンガリーに帰国。 フェレンツバーロシュ TC に復帰し、プロデビュー。1年目からリーグ戦に出場し、2009年8月にはヘルタ・ベルリンの入団テストを受けたものの、契約には至らなかった。2010年7月、オリンピアコス FC と4年契約を締結。加入後は、レギュラーポジションに堅持していたメジェリだったが、ロベルト・ヒメネスが加入した2012年以降は、 出場機会が減少していった。2015年7月、ヘタフェ CF と3年契約を結んだ。2015から16シーズンは、セーキーパーのビセンテ加アイタと、ポジション争いをするまでには至らず、カップ戦2試合の出場に終わった。2016年6月、ブンデスリーガ2部の SPVGG グロイターフィルトへ移籍した。契約期間は2年。 ハンガリー U-20 代表としては2009年にエジプトで行われた FIFAU-20 ワールドカップに参加した。この大会でハンガリーは3位入賞を果たしたがメジェリには出場機会はなかった。ハンガリー U-21 代表としては2012年6月5日に行われた UEFAU-21 欧州選手権2013。 予選のリヒテンシュタイン U-21 代表戦などに出場した。2016年5月 UEFA ユーロ2016を控えハンガリー代表候補に選出されオーストリアで行われた合宿に参加したが最終メンバーからは外れた。ありがとうございます。